だけど、王様は裸だよ。と、小さな子供が叫びました。そして、その父親も言いました。なんと、あどけない子供が、王様は裸だとさ。さらに、次から次へと、子供の言葉が伝わっていきました。王様は何も着ていないって、裸だってさ。ついには、すべての人たちが、こう叫び始めました。これには王様もお困りになりました。王様ご自身もみんなの言う通り、自分が裸だと思えてきたのです。しかし、途中でやめてはメンツが立たん、と、さらにふんぞり返ってお歩きになりました。